岐阜県多治見市に来ています。多治見市といえば、美濃焼の産地として非常に有名なんですが、知ってますよ、ふるさとですから。そんな美濃焼のイメージを一新する土鍋を作っている企業があると聞いて、今日は伺ってみたいと思います。美濃焼といえば和洋を問わず食器のイメージがありますよね。そんな美濃焼から新感覚の土鍋が生まれているのをご存知ですか。昭和22年創業の窯元、京東窯業へ。失礼します。こんにちは。はじめまして、近藤里と申します。今日はよろしくお願いいたします。こちらに商品がいろいろあるんですけれども、はい、お皿とかマグカップが真っ白なんですけど、これはこの状態で完成ということですか。そうですね、お客さんの企業のロゴとかを入れて、はい、ノベルティだったり、何周年記念というような商品を出してますけど、はい、京東窯業は自称型にはまらない陶磁器メーカー。オーダー次第でどんな形や素材の食器でも作れるのが強みです。そんな会社が世界から注目されるオリジナル商品を生み出しました。こちらが、はい、なんか全然一線を画すものなんですけど、そうですね、オリジナル土鍋です。その名も京東土鍋。創業76年目にして初めて手掛けたオリジナル商品は、デザイン性に富んだ土鍋なんです。これ見た瞬間に土鍋っぽくないなって思いますね。はい、土鍋の蓋ってすごくつかみにくいんですよ、はい、普段。なんならそのミトンでつかめますよ、つかめますね。プロのデザイナーの方がデザインされて、デザイン賞が取れる。すごい。洗練されたシルエットにシンプルな色合い、テーブルに置けばインテリアの一部として映える存在感。そんなデザインが評価され、なんと世界三大デザイン賞の一つを受賞しているんです。さらに機能面にもこだわりが。土鍋の蓋ってもっと後ろかぶれるみたいにつるんとしてるんですよ。帽子みたいになってるんですけど、はい、うん、ここに溝がね、こんなガタガタしてるっていうのは密閉度が高まるっていうか。そうですね、実はこの土鍋、よく見てみると蒸気を逃がす穴がありません。一般的な土鍋に比べ、鍋蓋を重くし密閉度を高めることで食材の旨味を逃さない作り。さらに遠赤外線効果も優れているんです。製造過程にもこだわりがあると聞き、工場へ。これはいわゆる取っ手をつける、うん、そうですね、一個ずつつけていくんですけど、接着点が多いですからね。接着点が多い、手間がかかるというところがやっぱり難しいですね。機械では表せない手作りの風合いは熟練した職人の賜物。鍋の成形から取っ手の取り付けまで様々な工程があり、1日に40個程度しか作れないといいます。あえて面倒くさそうなデザインを、まあ、一つ形にしてみよう。真似されにくいっていうそこが。なるほど、はいはい、ここが応援ポイント。美濃焼で作る世界に一つだけの形。梅田社長はおじいさんの代から続く家業の窯元を継ぐために20年前地元へ戻ってきたそう。そのきっかけは、やっぱりピンチ。ピンチ、あ、ピンチ、会社がピンチで、中国とかから大量に入ってくる時代で、その時にやっぱり戻ってきてほしいっていうことになって、それはまあ家族だし、今は仕事が一番面白いなって思ってるぐらいな感じなので、よかったです。はい、よりいいものを使っていただけるお客様に提供できるような商品をいっぱい作っていきたいと思ってます。これもオリジナルで。オリジナルでいろいろと。デザイン性と機能性を兼ね備えたオンリーワンの土鍋作り。まさに従来の美濃焼のイメージをアップデートさせる取り組みと言えるでしょう。そしてこの時期、土鍋で食べると美味しいのはやっぱり新米ですよね。上手に炊けてますね。上手に炊けてます。熱々、ツヤツヤですよ、うん、ちょびっとお焦げがあったりなんかしちゃって、あら、美味しい。
しっかり粒が残ってるんだけど、はい、ふわふわなんですよ。やっぱりこの遠赤外線効果と密閉性、密閉性ですよね、普通のお鍋じゃ全部ここまで美味しく炊けないと、うん、炊く、煮る、蒸すと様々な料理で活躍する京都土鍋、和食はもちろん洋食にもマッチします。昔からあるいいもの、それを新しくするというのはとても大変なことですよね。さらにそこに素晴らしいデザイン性、機能性を入れる、その両立をさせるということは並々ならぬ努力の成果だと思います。